ニュースをお伝えします。各国の人が祝電と祝賀の手紙で敬愛する金正恩総書記の導きのもとに生々発展する朝鮮式社会主義の威力と驚くべき発展ぶりに賛嘆を表しました。南アフリカ金日成金正恩主義研究全国委員会委員長は、朝鮮民主主義人民共和国の繁栄と朝鮮人民の幸福は尊敬する金正恩総書記の不眠不休の施策と献身によるものだ。世界のどの政治家も比べられない多大な業績を成した金正恩総書記に導かれる朝鮮人民には、これからも勝利と栄光だけがあるだろうと述べました。スイス地中思想研究会会長は、金正恩総書記は朝鮮人民軍を核兵器と大陸間弾道ミサイルを保有した不発の武力に強め、忠誠のない戦争でアメリカと追従勢力を屈服させ勝利を収め続けたと述べました。戦軍政治研究ネパール文学フォーラム委員長は、朝鮮民主主義人民共和国が強い国に建設されたのは、金正恩総書記が具現する独創的な思想と精力的な指導があったからだ。今金正恩総書記に導かれる朝鮮人民は社会主義強国建設で大きな成果を収めていると述べました。ブラジル地中思想研究センターの責任者は、朝鮮が自国の革命陣地を固く守り、自主性を目指す世界の人民のモデルになるものとの確信を表しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のキム・ドクフン内閣総理が、平安南道と平安北道の各部門の実態を現地で把握しました。キム総理は、平安、スクチョン、ムンドク、ウンジョン、ヨムジュ、バクチョン、ソンチョンの各軍の農場を視察し、当座の営農作業を緻密に進め、干ばつ防止の対策を適時に立てるとともに、進んだ農法を極力取り入れ、営農物資を適時に保障することに触れました。新義重化学繊維工場と12月5日青年鉱山のリニューアル工事と新たな生産工程の建設状況を具体的に調べ、主攻撃方向と段階別の目標を正しく定めた上で工事に拍車をかけるべきだと述べました。ラコン機械総合企業所とナムフン青年化学連合企業所を訪れた総理は、高性能の機械と化学肥料をより多く生産することを強調しました。現地で協議会が開かれ、初版の対策が講じられました。一方、キム総理はリョンチョン、ダンジュ、南北の各軍で生徒学生の制服の質と農村住宅の建設状況を把握し、労働党の人民的施策を徹底的に実行するための対策を協議しました。全国地下資源保護部門科学技術発表会2023が、朝鮮自然保護連盟中央委員会の主催で、3月28日から30日まで、平壌石炭工業大学で行われました。地下資源の探査及び保護部門の科学者、技術者、教員と関係者、大学院生、大学生などがこれに参加しました。地下資源の持続可能な開発利用と保護というテーマの発表会では、国の地下資源を保護し、探査及び開発利用での科学技術上の懸案を解決するための150余りの価値ある論文が提出されました。優秀な論文を発表した参加者に証書などが授けられました。朝鮮労働党中央委員会第8期第7回総会の精神にのっとり、安住ポンプ工場で農業部門に送る灌漑用ポンプの生産に拍車をかけています。工場では価値あるアイデアを取り入れて設備をフル稼働させ、昨年同期に比べてポンプの産業を4割増やしました。工場の技術チームは特製試験設備を一層現代化し、高性能のポンプを量産できる科学技術的土台を築きました。地場産業省食品日用品研究院の研究者が、人民生活の向上に役立つ懸案の解決に取り組んでいます。
食品日用品研究院食品研究所では、国内の原料と技術力で良質の食品を生産するために努めています。ここの研究所は、各種のジャガイモ加工品の質を高めるための研究を深めています。食品日用品研究院衣装研究所では、新時代の発展を先導する衣装文化への社会の関心が高まるのにつれ、現代の感覚に合う各種の女性衣装デザインを出しています。研究所とデザイナーは、今後の衣服の展示会に出品する新しい街灯と話題だなど、愛服と冬着のデザインの創作に取り組んでいます。平壌市で園芸景観の造成に努めています。春を迎え、市内の各区域群で町と住宅エリア、公園などに8万数千本の両種の木を植えました。以上でこの時間のニュースを終わります。新ヨンギルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。新しい治療方法で平壌市第二総合病院でより充実した医療ケアのため励んでいます。病院の医療従事者は診断と治療の進んだ方法を積極的に探し出して医療現場に具現しています。リーソンギル外科医長のお話です。와카기술이끊임없이발전하고있는오늘수술시아픔이나치료비없이치료하는것이하나의추세로되고있습니다두피우리가하는今医学は日進月歩の発展を止めていますが、その中でもオペの際痛みや出血なしに治療するのが一つの流れとなっています。特に私たちが手がけているオペは普通オペ後の痛みをなくすのが基本ですからね。この問題を解決するため、ラジオ波温熱治療器を製作して治療に受け入れることにより、患者の痛みを減らし、回復期間を著しく縮めるようになりました。病院の人たちは、患者の治療の際、疾病の原因と発生病理、症状と治療、予防での様々な問題の合理的な解決策を探すために努めました。一回のオペが終わった後、傷が治る時まで待って、また他のオペに入るといった具合なので、外科の治療は長い時間を要しました。このような難問を解決するため、医師たちは試作を重ねました。最新医学書と参考書を読み漁り、医学界の権威たちも訪ねて治療経験を教えてもらいました。この過程に以前からの治療方法の不合理なところを探し出し、新しい方法で治療できる医療機器も開発しました。この機器を取り入れることで、患者の回復時間や治療期間が著しく短くなりました。治療期間が短く、オペ後どんな後遺症もない方法、何回も繰り返さなければならなかったオペを一回のオペで解決する新しい治療方法は医療従事者の関心を集めています。李医長のお話を聞いてください。우리는앞으로도순진과학기술을더많이도입함으로써私たちはこれからも医学の進んだ技術をより多く取り入れて人民の健康増進に役立ちたいです。成果におごることなくより高い目標を掲げて知恵と情熱を出し合っているここの人たちです。新しい治療方法で高大師とお話ししました。ぐっすり眠るよ。ある年の早春にあったことです。夜明けまではまだまだ時間がありましたが、敬愛する金正恩総書記はある人民軍部隊を訪れました。夢にも描いた総書記をお迎えして、部隊の指揮官たちはとても喜んでいました。指揮官たちを眺めていた総書記は、深夜だから軍人たちには会えないが、寝ている姿でも見なければ気が済まないようだと言い、寝室へ足を運びました。
総書記がある小隊の寝室に入った時、兵士たちはぐっすり眠っていました。満ち足りた気持ちでその姿に見入っていた総書記は、寝室が暖かいので軍人たちがぐっすり寝入っているようだと言いました。そして夜明け頃には室温が下がるのではと心配し、長いこと寝室の温度加減を測りました。ついで他の寝室のドアの前で足を止めた総書記は、部員に用心するよう手まねをして、軍人たちが寝ているので静かでなければと優しく言いました。寝室に入った総書記は、長いこと深く眠っている兵士たちの姿をまたもや眺めました。ずんと静まり返った寝室から聞こえるのは、兵士たちの単調な息遣いと時計の秒針の音だけでした。総書記は随員たちに、軍人たちが起きれば困る、早く出て行こうと言い、静かに足を運びました。寝室を出た総書記は随員たちに、兵士たちがぐっすり眠るのを見ると疲れが取れるようだと言いました。この日、金正恩総書記は部隊の各所で軍人たちの生活を温かく顧みてから、兵士たちが起きる前に部隊を後にしました。ぐっすり眠るよう交代してお話ししました。